世界が放棄してしまったものは何か、そして日本がいかにしてそれを守り続けているのでしょうか。本日は日本固有の精神が感じられる魅力的な話題をお届けします。日本には古来より伝わる価値ある伝統が数多く残っており、中でも特に注目すべきは元号という独特の制度です。今回は元号が持つ豊かな意味とその歴史、さらにはそれに対する海外の人々の驚きと感動のエピソードを詳細にご紹介します。日本の伝統や元号、また日本特有の時代感覚に関して、信じがたいかもしれませんが、私たちの元号は単なる記号にとどまらず、深い歴史と文化、そして日本人の精神性が織り込まれています。ホワイトデー、食品サンプル、タクシーの自動ドア、カプセルホテル、これらに共通する点は何でしょうか。実はこれらすべてが日本特有のものや習慣です。同様に私たちの生活の中で当たり前のように溶け込んでいる元号も日本独自のものです。日常生活に溶け込んでいる様々な事象は、海外の方々にとっては新鮮で驚きに満ちたものとなります。今回はそうした日本ならではの特徴に驚き戸惑うイギリス人女性の話をお伝えします。海外旅行をする際、誰もが文化の違いに戸惑うものですが、このイギリス人女性が特に苦労した日本の文化とは何だったのでしょうか。シンシアさんという名のイギリス人女性に焦点を当て、彼女が日本で生活することになった経緯を探ります。彼女はイギリスで生まれ育ち、日本人と国際結婚を経て日本に住むことになりました。それでは早速一緒に見ていきましょう。こんにちは、私はシンシア。結婚当初、日本への移住は全く考えていませんでしたが、夫の職業の関係で突然日本への引っ越しを余儀なくされました。日本の文化を非常に愛しており、日本での生活に大きな不便は感じておりませんが、生まれ育ったイギリスを離れるのは心から寂しいものです。大切な友人や愛する家族と離れ離れになり、飛行機で10時間以上もかかる距離にいるため、気軽に帰国することは困難です。遠い異国での新しい生活は多くの不安と苦労を伴います。特に日本語の習得は大きな課題でした。イギリスにいる間、夫とは主に英語で会話をしていたため、日本に来たばかりの頃は日本語がほとんど話せませんでした。日々夫と共に日本語の学習に励みましたが、特に早口で話されると理解することが難しく、聞き取ることができないことも頻繁にありました。さらに日本語の読み書きの難しさにも直面しました。ひらがな、カタカナ、漢字を使い分ける必要があり、街中の些細な注意書きや看板を読むだけでも一苦労でした。日本語が難しいとされる主な理由は、その複雑な文字体系、独自の文法、発音の微妙な違い、敬語の使用、そして文化的背景の理解が必要なためです。特に言葉に含まれる文化的なニュアンスや暗黙の了解が多く、特定の文脈や文化的背景を理解しないとその意味を捉えることができません。例えば、考えておきますという表現は肯定でも否定でも取れる非常に曖昧な言い回しです。また、オノマトペの使用も日本語の特徴の一つです。オノマトペは物事の音や動き、感情を模倣した言葉で、日本語には特に多くのオノマトペが存在し、日常生活や文学、漫画で頻繁に使用されています。オノマトペは擬音語と擬態語に分けられ、日本語を豊かにし、会話や物語の描写にリアリティを加え、聞き手や読者に生き生きとした感覚を伝える力があります。ある日、私は書類を取りに地元の区役所に行く必要がありました。心臓がドキドキする中、正面玄関から入り、受付へと足を進めました。私が日本語をあまり話せないことを伝えると、受付の女性は非常に優しく、ゆっくりと分かりやすい言葉で対応してくれました。彼女は私が質問を繰り返しても一度も嫌な顔をすることなく、根気強く何度も説明してくれたのです。書類に記入を始めると、生年月日を記入する欄の隣に名、体、小、兵と書かれた漢字が並んでいました。これらの漢字の意味を推測するに、どれか一つを選んで丸をつけるべきだと感じましたが、先ほどまでの対応を思うと何度も尋ねるのは気が引けました。しかし、書類を正しく完成させるためには
その意味を確認しなければならないため、結局は受付の女性に尋ねることにしたのです。この4つの漢字はどういう意味ですか？シンシアさん、生まれた年は何年ですか？1991年です。それでしたら、この平という漢字に丸をつけ、その横に数字の3を書いてください。しかし、平と数字の3が具体的に何を示しているのか、そしてそれが1991年とどのような関連があるのか、私にはさっぱり理解できませんでした。それでもこの平と数字の3の組み合わせはその後も日常のさまざまな場面で再び登場しました。病院で診察券を作る際も、街中でアンケートに答える時も、運転免許の申請を行う時も、至る所で平の文字を目にしたのです。この不思議な繰り返しに私はますます興味を持ち始めました。この平という文字が頻繁に使われる理由が気になり、どうしても解明したいと思い、夫にこの件を相談しました。夫は元号に関する詳しい説明をしてくれ、それにより私は日本の文化における元号の深い意味とその価値をより深く理解することができました。夫から教わった知識は私が日本での生活をさらに豊かなものにするための一助となり、新たな発見として心に刻まれました。これは元号に関することだね。過去の元号を略してこの4つの漢字が使用されるんだ。元号とは一言で言えば年につけられる名前のことだよ。天皇が即位する際に新しい元号に切り替わるため、別名を和暦とも呼ばれる。日本以外で元号を使用している国はないと言われているんだ。なるほど、元号とは日本独自のシステムで年の名前のようなものなのね。だけど日本では西暦も広く使われている。なぜ西暦と元号の2つを使い分けるの？同じことを示す2つの体系があるとややこしいし、西暦を元号に変換するのは面倒だよ。また天皇が即位するたびに元号が変わるということは、これまでに多くの元号が存在していたことになるよ。新しい元号を考えるのも大変そうだし、歴代の元号を覚えるのは記憶の無駄に思える。グローバル化が進む現代では、世界共通の西暦を使う方がずっと便利だと思う。私は元号の存在意義について考えれば考えるほど、その理由がわからなくなってきました。さらに夫によると、日本の硬貨には製造された年が元号で印字されているとのことです。こんな公的なものにまで日本国内でしか通用しない記号を使っているなんて、日本人の考えが理解できない。というのが私の正直な感想でした。元号は日本では天皇の象徴としての役割もある。ご存知のように、君の母国イギリスには王室があるよね。確かにイギリスは立憲君主制をとっており、国王は政治には介入せず、首相が政治を行う。日本の天皇も政治には関与しないので、この点ではイギリスの国王と似ているね。ただイギリスには日本のような元号制度は存在しない。イギリスはキリスト教が長い歴史を持つ国で、キリスト教に関連した暦を使用している。イギリスの正式な文書には、西暦の隣に国王の即位年が記されることがあるが、これは日本の元号とは異なるものだね。イギリスの国王は、イギリス人にとって非常に特別な存在だね。でも、日本の元号もまた、長い歴史を持ち、人々の深い願いが込められているんだ。元号がどのようにして始まったのか話そうか。夫は熱心に元号の歴史を説明してくれました。彼の話を聞くと、私の元号に対する見方が大きく変わりました。さて、元号が日本で使われ始めたのは7世紀頃です。この制度は中国の前漢時代に始まり、遣隋使によって日本にもたらされました。元号はその後日本で長く使用されてきました。元号を使用していた中国では、元号は現在使われていませんが、初めて元号が登場したのは紀元前115年、武帝の時の建元です。その後、中国では明朝時代まで元号が使用されましたが、明朝の滅亡とともに元号制度も終わりました。日本に話を戻すと、明治時代以前と以降では元号を変えるタイミングが異なります。明治時代以降は天皇が即位するタイミングで新しい元が決まりますが、それ以前は天皇の即位に関わらず
元号が頻繁に変わることがありました。例えば、美しい雲が見えたり、珍しい動物が現れたりするいい兆しの時、または自然災害などの不幸な事件が発生した時にも元号が変わることがありました。これには時代の区切りをつけ、新たな始まりを告げる意味があったと思われます。そのため、過去には非常に多くの元号が存在していました。一方で、明治以降の元号には人々の様々な願いが込められています。例えば、明治という元号には、新しい時代が明るく進展することへの希望が反映されています。続く大正は中国の古典。易経にある、大いにと降りてもて正しきは天の道なり。という言葉から名付けられました。これはリーダーは率いる人々の声に耳を傾け、それに応じて行動すべきだという意味が込められています。これらの元号は、それぞれの時代に対する願いや期待を象徴しています。さらに、昭和という元号は、百世昭明、共和万邦という言葉から名付けられました。これは広く社会全体の平和と調和を意味しています。また、平成は、四季にある、内なだらかに外なる、諸教にある、字なだらかに天なる。という言葉から、日本はもちろん、世界各国も平和な時代を迎えるよう願いを込めてこの元号が採用されました。最新の元号、令和は2019年5月に発表されました。令和の名は、春の訪れを告げる梅の花のように、明るい希望を持ち、国民一人一人がその可能性を大いに花開かせることができる日本であってほしい、という願いが込められています。この元号は、その発表時に大きな注目を集めました。元号がこれまで中国の古典に基づいて選ばれていたのに対し、令和は日本最古の歌集万葉集から取られたためです。令和という名前は梅の花の歌を詠んだ大友旅人の歌からインスピレーションを得て名付けられました。ではなぜ万葉集が元号の由来として選ばれたのでしょうか。その理由は2つあります。1つ目は日本が持つ四季折々の文化や自然を未来の世代に伝えたいという願いからです。もう1つは万葉集が日本の豊かな文化と伝統を象徴する歌集であるからです。万葉集を選んだ背景を理解すると、元号に込められた各文字の意味が明確になり、元号の重要性が一層感じられるでしょう。元号が単なる漢字の塊と思っていた人にとっても、その深い意味を知ることで、元号の尊さが感じられるようになるかもしれません。西暦から元号への変換が面倒だと感じることはあっても、元号に込められた深い意味を知ることで、その価値をより深く理解できるのです。ここで、万葉集についてもう少し詳しく触れてみましょう。万葉集が編纂された奈良時代は、日本が中央集権的な国家体制を築き、平城京を首都とし、律令制度が整えられた重要な時期でした。この時代には、中国の唐の影響を強く受け、政治や文化、宗教など様々な分野で中華文明の影響を見ることができます。万葉集に収められた多くの歌は、中国の歴史や思想の影響を受けつつも、日本固有の自然観や人間観が色濃く現れているのが特徴です。そのため、万葉集は異文化と日本独自の文化が融合した独特の作品群として評価されています。文学史において万葉集は非常に重要な地位を占めており、その影響は平安時代に編纂された古今和歌集や新古今和歌集などの後世の歌集へと続いています。また、現代の和歌や俳句、広範な文学作品にもその影響が見られます。万葉集の歌は、その素朴で力強い表現が特徴であり、現代の日本語表現にも大きな影響を与えています。このような古典文学は、現代の私たちにとっても感性を磨き、心の豊かさを育む貴重な源泉となっているのです。元号の話に戻ると、日本の元号制度が常に安定していたわけではありません。過去には、国際標準に合わせて元号を廃止すべきだという意見も出ました。しかし、元号が現在も使われ続けているのは、多くの国民が元号を用いる方が年代を直感的に理解しやすいと感じているからです。さらに、
伝統を尊重し継続することを望む強い意見も根強く存在します。西暦のみを用いるという提案もありましたが、国際社会での取り扱いを考慮するとそれには不便が伴うため、その案は採用されませんでした。日本では元号と西暦を同時に使用しており、無理に一方に統一する必要はありません。それぞれの状況に応じて使い分ける、または自分にとって使いやすい方を選べばいいとされています。国際社会との調和を保ちつつ、日本独自の文化も大切にするのが日本らしい考え方です。元号の意味を理解すると元号への親しみも深まります。例えば書類に日付を記入する際に元号を使用すると、その元号が持つ歴史や意味を実感するでしょう。令和という元号を書くだけで、人々が支え合い希望に満ちた日本を築こうとする願いを感じ、幸せな気持ちになることがあります。令和という言葉は、日本がよりいい国になるような美しい願いが込められています。ここで海外の人々の反応を少し紹介します。日本には元号があるんだね。とてもクールで羨ましいよ。僕が好きな漫画で昭和や平成という言葉を見かけるけれど、その意味が今はっきりと理解できるようになったんだ。7世紀から続くこの伝統は本当に素晴らしいね。日本の元号を西暦に変換するのは難しいけど、2019年が平成31年なのか令和1年なのか、いつも迷うの。日本には独自の時代が存在するのが面白い。何十年かに一度一つの時代が終わり新しい時代が始まるというのはとてもユニークだね。国際化が進展する中で西暦の使用が増えてきたように感じることもありますが、日本独自の元号を用いる文化は今もなお強く根付いており、衰えることを知りません。元号を採用していた国は中国のみならず、かつては韓国、北朝鮮、台湾、ベトナムなどの国々でも元号が使われていましたが、これらの国々では現在その制度は残っていません。元号は日本の歴史の一部であり、この貴重な伝統をこれからも大切に守り続けることが望まれています。日本にだけ残るこの由緒ある伝統である元号について、その深い歴史と意味を学ぶことで、私たちの日常生活が新たな視点で捉えられるようになるかもしれません。元号は単なる時間の区切りに過ぎないと思われがちですが、それぞれの元号にはその時代の社会や文化、人々の願いや思いが込められています。例えば現在の令和は、美しい調和が生まれる時代を願う意味があります。このように元号という独自の伝統がどれほど大切にされてきたかを知ることで、私たちの日常生活がより豊かに感じられると同時に、国際社会での日本の位置づけについても新たな理解を深めることができます。元号を通じて日本の文化や歴史に対する認識が高まることは、私たち自身のアイデンティティを再確認する機会となり、国内外における文化的なつながりをより深く理解する助けにもなります。本日の動画は以上です。視聴者様からのコメントが動画制作の励みになっております。ぜひともご意見をお寄せくださいませ。ご視聴ありがとうございました。